はい、それでは、ね、今日も楽しくスマブラやっていきたいと思います。で、新たに VIP チャレンジということで、前回ポケトレ行ってポケモンがちょっと残ってるって話をしたので、ルカリオをね、ちょっといじり始めて、一旦どこまで落ちたんだっけな、よく覚えてないんで、500万まで落ちたんだっけな。で、また1000万まで戻してきたので、ルカリオ行きたいと思います。まあ、やりながらちょっと喋ってみます。はい、で、初戦ベレスですね、お願いします。で、コンボとかも全然わかってないです。もう知ってんのが、下投げ、空前、それぐらいしか知らないんですけど、で、全然ルカリオの仕様全然知らなくて、もうさすがにちょっとあの、YouTube を見させてもらったら初めて知ったんだけど、なんかやっぱ高パーセントだと、ルカリオはなんか本気を出すみたいなね。なんかこの波動弾とかもめちゃくちゃでかくなるし、逆に低パーセントだと、ちょっとルカリオがね、あんまり強くないのかなっていう印象だけど。低パーセントどうすればいいんだ？だからいかに高パーセントと保てるかっていうところになってくるとは思うんですが、よし、いやー攻撃上がりでな、やっぱな波動、まあ、撃墜はただ多分空母空泳波動弾がね、パーセントはこっちが溜まっていれば結構いけるとは思うんだけど、だって空母はそんなに当てづらいんだな。あ、取られた、キャッチされた、跳ねさしまって、あー入っちゃった。これが結構強いんだよね、横 B が。まだダメか、横火がね、つかねえばってとこなんだけど、ダメー、クエン強い、相手のクエン強い、これやるとそうなるよガードが硬いで横火がね入るから、横火が強いからありがたい、ね、いかんで今高パーセントがなるべくこの状態を保ちたいんだけど、ダメか、ダメか、なるべく保ちたいんだけど、これこの状態、よっしゃ、いや空砲入んねえ、空砲のタイミングむずいんだよな、早くねえんだよ空砲のタイミングは。34、どんだけ高パーセントを保てるか。あ、終わった、危ねえ、やべ、はい、広いんだよな、低パーセントがマジでルカリオダメなんだよな、終わってんだよなマジで、ミスた、高パーセントいかに保てるか。もう低パーセントがもう、波動弾でいい気がする。チョコマがもうパーセント貯めてるいい気がするんだけど。ダメーン。クンゴが当たんねえんだよな、今当たったけど、たまたま。スマッシュ、あーわ、101か、でこっちが74、どんぐらいだといいんだろうな、ダメだ、なるべく高パーセントを保ちたい、あ、どうだ、いやー離してた、危ねえ、低パーセントじゃマジで無理なんだよな、よし、ありがてえ、51枚貯められたよ、やば、ラッキー、攻撃上がりが入る、さあめっちゃバトルが長引くんだよな、波動弾溜めてるからかな、掴めない、掴めた、 OK、
パーセントが高い状態での波動弾は掴んで崖へ捕まっている状態で分かるからね。よし、とりあえず一勝。また1100万超えたら取ってきます。はい、それではね、ルカリオ先生が1100万超えてきたんでね、遊んでいきたいと思います。ではプランクマンいきましょう。まあルカリオやっぱかっこいいよな。なんか使いやすいとは思わないんだけどさ、使いやすいとは思わないんだけど、申し訳ないけど、ただかっこいいんだい。ミスターやべ、これもう復帰のあれがむずいんだけど、むずすぎるんだけど、あれ上火が。復帰装置としてはなんか空炎が優秀、ルカリオ。はい、さよなら。あ、ダメだ、一番最悪じゃん。こっちは低パーセントってルカリオの中の。ルカリオで低パーセントだともうスマッシュぐらいでしか殺せないんだよ。高パーセントにならないとダメ。はい、帰ってこれんの？パックも使ったことで帰ってこれんだ、帰ってこれんだかわかんないんだ。マジでワンストメいらなかったじゃん。うざいな。でもいいや、とりあえず追いついても。マジでワンストメいりません。あ、なんか向こうのパック投げやし、なんかガード入んなかったんだけど、ラグのせいで。もう全部全て言い訳はラグにしよう。ワンストメ落としたのはラグのせいということで。あ、やべ、高パーセントだから、まあ、撃墜はしやすくなったけど。はい、マジで復帰阻止が優秀、空炎が優秀、復帰が強いしね。しかもいつか食らわねえかな、これやってると。やばい、一応こっちの方がパーセント的にはやっぱストックリードだから。やばい、そんなのあった、危ねえ。 24% 弱で 5% だからある程度ダメージ取れるだろ。やば、危ねえ、危ねえ、見せた。やばい、パック帰ってこれない。あ、なんとか当てたけど。 71% が低パーセントはダメなんだよ、ルカリア。こっちの低パーセントは高パーセントにならないとなんだけど、で 高パーセントになったらなったで怖いんだよな。82万。マジでワンスト目がいらなかった。ちくしょう。よし、90% だったらある程度波動なんでいける。波動弾やば、横向いていく、来た、いかねえ、やばい、マジでワンストミーいらねえ。ワンストミーがマジでいらなかった。どう、まだか、終わった、危ねえ。いや、向こうかよ、こっちのつかみだと思った、なんとか生きてた。いた、切り勝った。なんちゅう危ねえ戦いだよ。ワンストもいらなかったよ、マジで。さすが、かっこいいルカリオ。じゃあ、あと、まあ、ビップ手前でお会いしましょう。はい、じゃあ今、1160万ぐらいですね。まあ、ルカリオかっけえな。かっこいいから、まあ、楽しいんだけどさ。いや、使いやすくはない。使いやすくはないんだよな。かっこいいだけで。
ほい。もうガロなんて不起訴だよ、絶対。あ、ダメだ。暴れた。やめてくれよ。いじめんなって。うわぁ、つかめねえ。あの剣のスマッシュいらない。おい、キャッチ。いやー、あそこ触りてえよな、クエヌで。なるほど。上スマか、あそこで。ルカリオガモンだったら絶対相性ルカリオになるだろ。復帰阻止があるんだな、こっちは。あー、無理だ、間に合わねえ。テイパーセントが一番最悪なんだよな、ルカリオが。上から復帰が最悪だ。おい、上から復帰。おい、速出しちゃえばな、なるべく離れたところまで速出せればもうルカリオの持ってこいなんだよな、ガンルカリオは。あれ、リードでもあった。キャッチ、キャッチできない。カウンター怖いんだよな。カウンタールカリオでやったほうがいいんだけど。あ、これも。はい。しかも高パーセント。いいよ、今のところ。なんで？あれ、コンボできんじゃない？最低。17% しか入って、17% しか入ってねえし。もうあとルカリオ高パーセントじゃなんないと、ちょっとこっち、撃墜できないんですけど。持ってこい。はい。あ、さすがにパーセントが低すぎた。ちょっと。ちょっと食べて。畜生。やばい。126か。138。掴めない。掴まさせてくれない。くぐみった。あざす。いやー、もう外出せなかったな、なかなか。外出しちゃえばな、こっちのもんだったんだけど。はい、ということで、あと VIP まで、あと2回かな。VIP 手前で、VIP まであと一生でお会いしましょう。はい、じゃあね、ルカリオが VIP 昇格戦来たんで行きたいと思います。では、VIP 昇格、ダークハント。わかんねえやつ来たな。で、正直言うとさ、何回かやってんだよ、もう VIP 昇格戦。もうね、VIP 昇格戦もうこれ8回目ぐらい。全然 VIP 昇格戦が勝てねえ。ルカリオ VIP 昇格戦に弱いタイプだ。やめて。おい、食べさせてもらおう。食べー。ラッキー。やめて。74か。でこっちの70だったら多分スマッシュで死ぬんだよな。人のせっかく波動機をやめろ、ふざけんな。こっちの波動機を、こっちは遠距離だったらこっちも遠距離行くからな。もう 77% だったらもうあれだろ、波動で行くだろ。うわー、最低。うわ、こっちの方が123。ちょっと待って、なんでこっちの横火、横火って8000フレームいくつ、これをやりたかったんだ。ふざけんなよな。発生遅っ。ラッキー、ちょうど入ってきてくれた。犬、犬、ふざけんな犬。
ジャックを入れたかった。なんだよ、なんだよ、なんか今至近距離でなんか遠距離攻撃してやがって、うざい。来んじゃない。あの犬いらん。でパーセント的にはとりあえずまあ一応勝ってるっちゃ勝ってるけど、フックハンターの軽さが分かんない。あそこで投げてくんだな。でもさっきからスマッシュ打ちまくってんだけど、もう撃墜してえから89だったら多分撃墜できんだよ。スマッシュ打ちゃもう撃墜したいがために。ラッキー、もう行こうぜ、もう早く行く。キュッに5%だから、この今のルカリオの今の強いところ、強い状態を維持したい。撃墜拒否しろ。危な、スマッシュ打ってくるぞ、スマッシュ打ってくるぞ、ルカリオ。スマッシュ打ってくるぞ、こいつだ。終わった。見てんじゃん、スマッシュ打ってくる。近づいちゃダメ、あれでおとり使って相手、あの変なお皿とかお皿で合ってんのか、お皿とかなんかいろいろ投げてきて近づいてきたところをスマッシュで打つんで、そういう戦法なんだよ。分かれよ、理解しろ。この尻尾強くない？やばい。でもまあ低パーセントだからな、こっちが高パーセントなんで、今日ダメージ与えらんないから。やべ、やばい。でも97、狙い通り。あのパターンは絶対入ってくるパターンだと思ったら引きすまだよな、やっぱな。あざーす、とりあえず行ったわ。あざーす。なんかいい戦いではなかったけどね、最後。はい、ということで、ルカリオンの VIP 差達成ということで、次回は、まあ、ポケモンリエンチャン行ったんでね、ちょっと次回は、まあ、月光がクリーンはお預けかな、とは思ってはいるんだけど、まあ、実際どうなるかわかんないですけどね。はい、ということでね、また次回も見ていただければと思います。最後ね、プレイ時間見て終わりたいと思います。はい、総プレイ時間数がルカリオが、どこ？あ、いた、6時間17分だね。44番目、60、何今何キャラ目わかんないけど、その分の44キャラ、44位って言い方合ってんのかな。はい、ということで参考にしていただければと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。